どうもミルキー州です。よろしくお願いします。高田の馬場駅の話。高田の馬場駅は、東京北店の時にですね、レンタカー屋のバイトの支店が高田の馬場駅にあったんでね、もう毎日通ってたんですけどね、いやー高田の馬場駅の話はねいっぱいあるんですけど、そのうちの一つで、まあ、そのレンタカー屋のバイトでね、たまたまそこにですね、あとあるあのバンドの作詞作曲、あと歌ってる人、バンドなんですけどその人一人で作詞作曲もやって歌も歌ってるリーダー的なね人がいまして、でその人が先輩で、ほんで仕事、レンタカー屋の仕事もねすごい丁寧に教えてくれてね、でめちゃくちゃいい人なんですよね。で結構ねそのインディーズなんかな、プロに所属してんのかな、ちょっとわかんない。まあバイトしてるからプロじゃないんかな。でもなんか結構有名で CD も結構出してて、でライブも何度か見に行かせていただいたんですけど、もうファンというかお客さんも何百人いますし、でふとなんか芸人の知り合いにバンドとかそういう詳しい人に名前言ったら、知ってますよみたいなぐらい知ってる人はもう知ってる、結構すごい人やったらしいんですよね。でその人とバイト中にですね、あのレンタカーで車拭いたりするんでね、あの洗濯機とか置いてるんですよね。で僕はよくですね、ただ車拭くもね、つまんないんで、まあお話とかするのもいいんですけど、たまに僕その人にですね、なんか謎かけして遊びましょうよみたいなよく言っててね、でなんかお題をいろいろ言ってね、謎かけみたいなしてたんですけど、やっぱね作詞してる人のね、バンドの音楽のね、音楽の曲作ってる人のね、作詞してる人の謎かけただもんじゃないっすよ、これマジで。例えばお笑いの人のね、センスある人の謎かけはね面白かったり、まあ、ねずっちさんみたいな、ね、面白かったり、うまかったり、おお、すごいじゃないですか。やっぱ作詞してる人の謎かけはね、もう、詞がね、もう素晴らしいんですよ。かっこいいんですよ。いっぺん僕お題でね、じゃあ洗濯機で謎かけお題で、洗濯機でやりましょうよ、みたいな言ってね。ほんで僕が、何言ったっけな、あの時。しょぼすぎて覚えてないな。洗濯機とかけまして、なんて言ったらいいな。まあ、覚えてないですわ。まあ本当に、まあうまいかなみたいな感じで言ったんですよ。で、そのね、音楽やってる作詞の人がね、言った謎かけの答えがね、洗濯機とかけまして、なんだよ、洗濯機とかけまして、恋と解きますみたいな。で、その心はって言ったら、どちらも、複雑に絡み合うみたいな。もう何そのかっこいい謎かけみたいな。複雑に絡み合うみたいな。確かに洗濯機も洗濯終わった後ね、絡み合ってはどんどん大変やけど、確かに恋も複雑に絡み合うみたいな。ちょっとなんか情緒あるし、あ、確かに深いな。絡み合う大人の恋やなみたいな。かっこいい思ってね。まさか洗濯機とかけて恋と解きます。その心はみたいな。複雑に絡みは、もうそのまま死にできますよね。洗濯機と恋は同じよみたいな、なんかわかんない、複雑にどちらも複雑に絡み合う、死もうそのまま死にしてくださいみたいなね、おっしゃれなね、さすがと思ってね、いやもう作詞やってる人のね力にビビりました、驚愕しました。はい、それ以降もなんかいろいろ何度かね謎かけで遊んだんですけど、結構ね忘れちゃったんですけどね、もうかっこいいしばっかりでね、いやほんますごいなと思いましたね。はい、ということでやっぱね、掛け合わせるの重いか、重い白いんかもしんないですね。例えば大喜利とかもね、やればよかったかもね。もう作詞してる人とかの感じの大喜利とかでまたね違う視点でいろんな面白い答えが出るんじゃないかなってね思いました。はい、ということでどうもありがとうございました。